なって、なんでしょう、頭の中が無になるんですよね。だからものすごく気持ちがいいです。それで逆にそう、何でも私結構スポーツこなす方だったんですけれども、サーフィンはまずパドルをしてアウトに出ていかなきゃいけないので、それがものすごく大変で、何でしょう、もっと無我夢中になるんです。なかなか簡単にできないからもっとハマりますし、あとはやっぱり二度とね同じ波がないので、毎回波も違うから逆にもっとチャレンジングで面白いですね。ともかくもう波に乗るとかもまず初めは考えずに、もう水の中に入る、海の中に入って、海からの景色ってとっても新鮮なんですね。それで気持ちいいのも塩水の力で気持ちいいのもあるんですけど、海から見ると陸がものすごく小さく見えて、なんか普段の自分の悩み事とかも結構小さく見えたりするので、結構心もヘルシーになると思います。I've got a message for you.